アラペコアザラシと申します。信長の野望申請 PK、 難易度は上級、シナリオは桶狭間、選択大名は南部、第25回を始めさせていただきます。前回は上杉謙信を配下に加え、盟友武田信玄と戦を始めるところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。で、三春城からも出していきましょう。お市場に向けて進軍です。で、外交親善、織田とは少しでも仲良くしたいので、安藤近末さん、いや側近でいいですね、石亀さんお願いしましょう。で、外交交渉、織田と貢ぎ物はできないんですね。では進めていきましょう。須賀川からも出していきましょう。お市場に向かって進軍です。では進めていきましょう。いよいよ。で、連兵場が立ちました。もう一つ連兵場を建てていきましょう。で、あと停戦期間は何日だ。17日か、結構あるな。よろしいでしょうか。いよいよ。で、こちらたくさんの部隊が来てますね。もっと八方からも出せるだろうに。ここに一旦戻って押し城に向かいましょう。心せれば。いよいよ春日山城で連兵場が立ちました。もっと連兵場を建てていきましょう。で、軍開発、これで軍開発はもう完了ですね。ここは位置じゃなくて兵糧庫に切り替えていきましょう。命を賜りたく、一旦戻って向かいましょう。ああ、武田が宇都宮で一気を起こさせた。いかに動く、南部春政、一旦戻って御師匠に向かいましょう。よしよしよし、総商業を達成と。これで4部隊、5部隊、6部隊、7部隊、8部隊、9部隊、まあ8部隊がギリギリかな。4部隊、5部隊、6部隊、7部隊、8部隊、この周囲の部隊全部合わせて8部隊で戦いたいですね。春日山城で連兵場が立ちました。そしたら最後の連兵場を建ててもらいましょう。これだと合戦すると8部隊、8部隊やっていきましょう。相手6万3000の武田信玄隊で、我らは6万2000ということで、ほぼほぼ同数ですね。では合戦やっていきましょう。いやー、須賀の戦い、イフ中、本当は今日が欲しかったですけどね、相手がね12部隊も参戦させてくれなかったですからね。で、右翼がやばいですね。内藤さん混乱持ちなんですよね。これは厳しいですね。小畑さん、里美さん、正樹さんがちょっと弱いですね。この1800をなんとか早めに撃退したい。なので左翼に対しては前に出していきましょう。こんな感じかな。やっぱり春政前に出していかないといけないですからね。で、柿崎、景家、安藤、近瀬、謙信前に出していきましょう。こんな感じかな。このコブの要所は何としても取らなきゃいけないから、ここは上杉謙信さん、柿崎、景家のね、まああと安藤近瀬もちょっと向かわせないといけないでしょうね。では進めていきましょう。さあ正念場ですよ。開戦です。
まずは要所を手に入れていきましょう。動くべき時は今ぞ。でこちら小野寺さんも前に出していきましょう。で剣心はまっすぐコブの要所を狙っていきましょう。柿崎影家もこちらの方まで向かいましょう。コブの要所を取ることが先なので一旦取らせた上で柿崎影家に取らせるっていう手法がベストかな。で加勢さんも前に競り出しましょう。安藤地下勢はこちらの要所を狙いましょう。では進めていきましょう。武田信玄もまっすぐ前に来るかな、それとも途中で止まるかな。はい、春馬さん要所制圧。まずは正樹さんを南部さんで倒しましょう。高坂正信がこちら北信近のところ来てますね。小野寺さんちょっとこちらで待機ですね。小野寺さんの方が強いのか。じゃあ北信近は一旦撤退だ。いいよいいよ。では安藤近瀬はそのまま前に攻め出しましょう。厳しいですね。お指図を頂戴し、分かっていたとはいえコブの要所を取られるとは。でこちらですね、上杉謙信がここで防いでくれていると。早く正樹さんを落としたいですね。そうすることで南部さんが自由に戦えますからね。よし、コブの要所制圧。そしたらよし、正樹さん撤退。そしたら一旦ここで休ませましょう。で柿崎影家はでもここで待機なんだよな。コブの要所を奪われたくないのでね、ちょっとここで待機ですね。そしたら小野寺さん引きましょう。で高坂正信隊を強撃するために南部さんで高坂正信隊を相手しましょう。できた信近は前に出しましょう。これで強撃がかかりますね。よし、これで左翼はとりあえずなんとかなるかな。軍略というものを見せてくれ。で加勢さんが、加勢さんちょっと前に出しましょう。で上杉は撤退です。これにあります。よし、コブの要所使っていきましょう。いよいよ、あーやっぱ混乱食らった。それを防ぐためにこちらの方やったんですよね。信玄がね混乱食らうわけにいかないですからね。あ、信玄じゃない、謙信がね混乱食らうわけにいかないですからね。で風林火山が出たと。体力回復するのが嫌ですね。勝敗を決めてやりましょう。で加勢さんも混乱持ちですからね。で小野寺さんは左翼に向かいましょう。混乱ぶち当てましょう。我が武略を持って万全の敵を打ち払う。このまま小野寺さん前に出ましょう。いよいよ今にあります。沈まれ。コブの要所を使っていきましょう。あ、軍神が出ましたね。加勢さん一旦下がりましょう。で伊達さん一旦下がりましょう。小野寺さんと入れ替えです。よし、高坂正信撤退。あー混乱付与されたんですね。よしよしよし、混乱付与しましたね。こちらも酒井さんに対して。いよいよ、で信玄はまだ混乱中ですね。よし、コブの要所使いますね。使っていきましょう。いいよ。そしたら加勢さん前出して剣心下がりましょう。はい、敵部隊壊滅。
で加勢さん混乱入れた。そしたら剣心前出して加勢さん下げましょう。いよいよ、はい、よいしょ制圧。そしたら伊達さんで、こちらの要所を狙っていきましょう。小野寺さんはここまで行って軒口をね、北条打ち寺にね守らせましょう。いやー、ちょっと安藤地下生がやばいな。加勢さんで防衛の方に向かいましょう。でも混乱使ったばっかりだからね、加勢さんもちょっとやばいんですよね。では進めていきましょう。ただ高坂正信をもう少しで落とせるので、安藤地下生のガードにちょっと南部さん向かわせましょう。お指図を頂戴した。いよいよ、で北のぶちかもちょっと要所落としましょう。先方に手を押し通る。安藤地下生の代わりに、よし、コブの要所が使える。ただちょっとここはもう少し待とう。南部さんがね、コブの要所に入ってからに、よし、これでコブの要所で体力回復と。そしたら南部さん前出して安藤地下生下げましょう。いよいよ、あー混乱入っちゃいましたね。でも仕方ない、安藤地下生頑張った。おっと、軍神が入ったのか、いや違う、風林火山が入ったんだ。いいよ、ここで小野寺さんがガードしてくれてますね。はい、よいしょ制圧。あと一つ要所を落とせればっていうところなんですが、このまま軒口破壊に2部隊で向かわせましょう。北信親はここで待機かな。混乱を使いたい。里見さんに混乱ぶち当てましょう。よし、コブの能力、要所を使っていきましょう。あー、ただちょっと早すぎたかな。あ、北信親、よし、かかったかかった、大丈夫だ。あー混乱、里見さん混乱持ちか。だからか、北信、安藤地下生がここまでやられたのは。そしたら加勢さんも使いたいところですがってところですね。いいよ、よし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 、軒口、あの、で安藤地下生もこちら軒口破壊に向かいましょう。おお、討ち死に、武田信玄討ち死に、嘘だろ、軍神が出たのか。大名を討ち死にで勝利。わあマジか、これで武田かなり弱体化するぞ。これは一気に滅ぼしていかないといけないですね。いやーマジか、威風宇宙発生。いや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 、3つぐらい城取れたかな。何ですか、何ということか。周辺の3つの城を手に入れたと。そしたらこのまま川越城を向かいましょう。川越城ぐらいまでだったら落とせるでしょう。伊達春宗が28日、ちょっと無理ですね。騎乗させましょう。であとはいけるので、このまま川越城を落としていきましょう。武田信虎隊、ちょっと待てよ、誰誰、あー武田勝頼かー。で織田とは普通と。そしたら大宝寺から相馬義胤さん、海津城を向かわせましょう。で柴田城141日あればいけるだろう。片倉小十郎も出しましょう。津川から矢頭さん、海津城攻め。で栃尾城からここに、こちら海津城に向かって進軍です。で相馬よ、森谷さんも海津城に向けて進軍。で北条城130日あればいけますね。海津城攻め向かいましょう。で春日山から石川隆信、海津城攻め向かいましょう。さてこれでどうなるっていったとこですね。では古賀御所に対しては
大道寺正成を置きましょう。推し城は伊達奈美さん。ありがたき幸せにございます。新田金山は色部さん。ありがたいの。色部さんよりもあれか、酒の部さんに任せるか。任されましたぞ。で、六甲交渉やっていきましょう。至極に存ずる。で、施設を古賀御所は米問屋をまずは建てましょう。で、新田金山やぐらと二田詰所はいらない。まずは米問屋を。伊達垂宗はな、ちょっとな、寿命が近いからな、照宗にしときましょう。はい。で、お市場、労力が足りないのでまずは考え水路をね立てていきましょう。はい。とりあえずこんなところかな。で、美濃輪とかね、ちょっとね、とりあえず川越城をなんとか落としたいですね。飯野平から美濃を、美濃は攻めるか。どこ攻める。多分織田も攻めかかってくるでしょう。それ待ちの方がいいか。とりあえずこのまま攻めかかりましょう。武田の軍勢は勢力武田家、舞台は川越城向かってるんですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11部隊。11部隊か。これなんとか相手できないかな。うん。推し城に3,4部隊、こちら3部隊で新田金山で、川越城に後方からさらに向かわせよう。ケマナイさんも出せるでしょう。行くぞ皆の者。で、南部小杖も出していきましょう。城を落とすぞ。酒のべさん、酒のべじょ、酒のべじゃない、ロベさんは無理ですね。で、山形から川越城。とりあえずこんなところかな。で、太田城からも川越城に向かわせましょう。で、太田原城からも川越城。で、烏山城からも川越城。とりあえずこんなところかな。佐竹隊は一旦撤退ですね。これ一騎を防ぐための部隊ですからね。これで相手がどう動くかですね。大規模な徴兵がされたと。で、これで7部隊が待っていると。押し城攻めに向かってるのか。そしたらこの部隊は押し城まで向かわせないといけないですね。で、1,2,3,4,5,6,7部隊で、川越城からも出ることはできないので。あ、でも後方から来てますね。これだったら8部隊いけるかな。やりました。いけるな、これは多分いけるな。あー、相馬さん。そしたら一旦相馬さんは撤退ですね。で、石川さんがここで戦っていると。
これで織田は動いてこないのか。多分これ臨戦態勢になってくるから動いてきますね。で軍開発はもう済んでいると。士官受け入れていきましょう。川原さん、まあまあですね。貴殿にお使いします。で浄化施設が建つのを今待ってるから東洋はちょっとできないですね。で、あー飯山城ね。そしたらこの部隊で川越城を向かいましょうかね。これでぶつかれる。我が武を示す時が来た。ダメだな、これでぶつかっても合戦ができない。お、合戦できる。7部隊6部隊か。1部隊2部隊3部隊4部隊5部隊6部隊7部隊もう少し来ないと。この辺りの部隊が来てからですね。いかに動くべきか。もう少しこのように進んでいきましょう。春日山で連兵城が立ちました。で春日山城はもう全て立ったので、こちらは委任指示に切り替えましょう。石川さんの部隊は撤退です。これちょっと無理だな。強撃状態になってるな。穴沢さんも一旦戻って海津城に向かいましょう。泉山さんですね。おお、酒延さんエースクラスが来ましたね。できれば織田との戦いで武田信玄使いたかったですけどね、ちょっと難しかったですね。このまま南下したらどう。この部隊巻き込みたいですね。合戦6部隊6部隊違う、これじゃないんだ。もう一回戻って川越城。できればこの後ろからの鬼庭さんとかも合戦。これでどう。7部隊8部隊か。1部隊2部隊3部隊あーでもちょっと贅沢は言ってられないな。3万4千もありますしね。ここで8部隊巻き込んで威風宙をねまた発生させていきましょう。いかがだったでしょうか。ついに武田信玄とぶつかることになった南部春政。まあこれもね、上洛への道をたどるには避けては通れない道ということで戦を発生させておりますが、まあ2回ねうまく威風宙をねまあ連発できる、まあ勝てばっていったところですけれども、そちらの方をねまあできそうなのがちょっとね幸先はいいかなとは思います。しかし武田信玄もなかなか強力。果たして2連勝を飾ることはできるんでしょうか。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。